皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日も進撃の巨人2やっていこうと思います。前回から撮影の日がだいぶ進んだので、隙間が空いたのでちょっとよく分かってません。はい、は何か用か。話しかけた、とりあえず話しかけたんだっけ、一通り。ちょっと覚えてないんだよね。ユミル、なんとか生き延びたな。まったく、あ、もうあんな戦いはごめんだね。なんで兄、あんな戦いに巻き込まれるなんて。やるじゃない。ほうき。ああ。あ、こんにちは。また空を見ててるね。クリスタ、あなたも最悪なことにならなくて本当に良かったよ。さあ。どうかした？大丈夫かな？アルミン、もうすぐ訓練が始まるね、プチリに。すごくきついらしいけど、ついていけるかな。おい、大丈夫か、アルミン。さっきの訓練はちょっと辛かったけど。無理しないで、アルミン。今、水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよ、アルミン。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおい、アルミン、お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おい、アルミン。ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。はい、選択肢、気に病むことはないと、アルミンは偉いと、成果が出るまでやるしかない。アルミンの性格からすると偉いじゃないな、なんかもっと頑張れみたいな感じだよね。気に病むことはないはもう全然違うと思うんだよな。成果が出るまでやるしかないにしとこっか。そうだよね、みんなに追いつくにはそれしかないんだ。ねえ、君に一つ頼みがあるんだけど、よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。うん、選択肢もちろんと嫌だなので、もちろん。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。アルミンはやる気に満ちているようだ。お、ランクアップ。とすると、なんだっけ。お、少々やり方が飛んでるな。すごい。こっちではない、こっちではないが、こっち誰だ。ダズ、訓練兵になったはいいものの、俺みたいなやつについていけるのか。いや、ついていけるも何も、兵士になっちまったからにはやるしかねえんだよな。頑張ろうぜ、プチリニ。あ、それだけ。
マップってさ、あの全域マップ。見事だ。家族は何してるかな。ミカサ、ライナー。コニーとミカサ、別棟かな？これ同じ棟かな？とりあえず入り口が2つあるから別棟か。やるわよ。こっち？コニー、よう、お前も俺の話聞きに来たのか？村のみんなには俺みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。立体起動装置もすぐに扱えたしな。天才ね。よく言うぜコニー。立体起動術はかなりのもんだが、座学はいまいちじゃねえか。それにコニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういうミスは危険。うるせえ。そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。選択肢、確かに座学はダメと、コニーは天才だと、座学は一緒に頑張ろう。ここはもうね、とことん調子に乗らせるのはいいですね。コニーはね、コニーは天才だ。お前は分かってくれたか。やっぱ俺天才だよな。よし、見てろよ。いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？選択肢、きっと天才だと証明できる。それと兵士として責務を果たすのが優先。まあ天才だと証明できるんじゃないですかね。だよな。俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。応援よろしくな。ジャンもミカサも後で吠え面かくなよ。見てやがれ。お、器用さプラス3。ちょっと待って、さっきもなんかゲットしてたよね。なんだっけ、プレイヤースキル。あ、そうだね、器用さと統率力27分の21。あと残すところ6か。結構強くなれるかな。あと隣の塔にミカサさんがいるはずです。技巧室。あれ、あのチビぐるっと回せない。ミカサさんもしかして怒ってる？そんなことないか。よ、何見てんだ？選択肢、何のこと？とミカサをですね。何見てんだ。じゃあミカサを。やっぱりそうだったか。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいついつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのなんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。
対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよ、ジャン。豪快に転倒して気絶していたらしい。体が少し痛い。私のせいであなたを傷つけてしまった。選択肢、大丈夫、かすり傷だからと、骨にひびが入ったかもと、訓練に集中してなかったよね。どうしようかな。ミカサは自分にきついからきつめのこと言っちゃった方がいいかな、それともごめんなさいって謝ってるから大丈夫って言ってあげた方がいいかな。うわー難しいな。ひびは絶対違いますよこれね。どうしよう、大丈夫、かすり傷だから。まあでも集中してなかったらダメ、訓練だからね。はい、そうだったかもしれない。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって、お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。筋力プラス3、あれどんどん増えてく。あ、そっか、あのチビっていうのはリヴァイさんのことだ。前回そうだよね、うん、エレンに蹴り入れてたもんね。あれでイライラしてるわけだね。そっか、なるほど。スキル、あら、どんどん埋まってきちゃった。ミカサさん、もう一回いけるよね。ちょっと行ってみよう。あのチビ、やっぱり怒ってる。どうも。審議所でリヴァイ兵長がエレンを蹴ったのは必要な演出だった。それは理解した。あなたの意見は？けど、あそこまで必要に蹴る必要はなかった。そこまで必要に蹴る必要はなかったはず。歯も折れてるようだったし、あれはやりすぎだ。選択肢、全くだと、あれくらいやらないとと、今はエレンの無事を喜ぼう。怒ってるミカサさんだからね、全くだって言ってあげた方がいいのかもしんないね。また別なこと言うと何をってなるかもしんないから、全くだにしとこっか。今だって心配だ。ひどいことをされていなければいいけど、早くエレンと会えればいいのだけど、今頃何をしてるのだろう。これでいいかな。この部屋はあと誰もいないよね。てか今どこにいるの俺。一旦外出よう。で、あ、ここか。ライナーさん室内だね。ここかな。あ、二人いたんだ。じゃあベルトルトさん先。いや、いや、君も無事だったんだね。よかったよ。まさかあんなことになるなんてね。君はどう思う？プッチリに、あんな戦いを経験したのに調査兵団に入るっていう君の決意は揺るがないの？選択肢、揺るがないと、少し怖くなった。で、ベルトルトは？この質問されてんのに質問で返すの嫌いなんだよね、俺ね。質問されたらとりあえず返してから自分で質問するっていうのが好きだから罰はないな。で、いや、揺るがない。すごいな。うん、そうなんだ、君は本当にすごいね。
僕には君たちのような強い意志がないんだ。君たちのことが羨ましいよ。お、よかった、プッチリーニ、いいところに。前から思っていたが、もう我慢できん。君はもう少し愛想よくしたらどうなんだ。ヤーギャーうるさい。そんなの俺の勝手だろ。ちょっと二人とも、その辺でやめておこうよ。選択肢、放っておけばいいのに。と、喧嘩は良くない。そして、いいぞ、もっとやれ。じゃあ、ここはもう喧嘩は良くない。そうだよね。ほら、ああ言われているし、二人もそろそろ。お前ら何やってんだ。兵士がガキみたいなつまらんことで喧嘩しててどうする。ライナーか。お前、悪かったな。さすがライナー、ありがとう。困ってたんだ。ベルトルト、お前は兵士としての実力はあるのに、喧嘩一つ仲裁できずにどうすんだ。俺たちはいつか一緒に故郷に帰るんだろう。こんな調子でどうする。そんな、いや、ライナーにああ言われて当然だ。自分でも臆病なことは分かってるんだ。ねえ、お願いがあるんだけど、僕がもっと自信をつけられるよう力を貸してくれないかな。ほう、選択肢、構わないと、ライナーに頼んだら。じゃあ構わない。なんかみんなに頼み事されてるよね。頼まれ事ね。ありがとう、恩義切るよ。面倒なことを頼んでごめん。どうかよろしくね。あれ、なんだっけ、敏捷性でいいんだっけ、これなんだっけ。じゃあもう一回かな。今度はライナー。よう、お前、近頃調子がいいみたいだな。俺も負けてられん。兵士として責任を果たせるよう競い合って実力をつけていくとしようぜ。うん、これはゲットしないんだ。これで大丈夫かな。で、また忘れないうちにちょっと見直しましょう。スキル、やば、あと2でいっぱいいっぱいになる。ここは大丈夫だよね。君の話を小耳に挟んだよ。頑張ってるようだね。君ならもう少し強力な装備でも扱えるかもしれない。まあ変わんないよね、多分ね。これからは資材さえあればもっと強力な装備も開発してあげるよ。はい、装備配給所で扱える装備が増えました。また増えたんだ。どれ、新規開発。まあ、とお畑か。あ、やば、ゼロ式小鉄。この日本刀好きの僕としてはたまらんすね。これたまらんすね。これ改造、資材不足。なるほど、じゃあ初期から作った方が、一から作った方がいいのかな。これしよっか。装備装備、もう強い弱い全然見ずに装備するっていう。じゃあ次は、あ、そうですね、鞘もそうですね。買えば可能回数 2？ あー、どうしよう。まあしょうがないよね、見た目重視。はい、
装備で次あれどうしよっかな。できれば最低でも青い数字2つが欲しいんですよね。赤で落ちちゃうとちょっとどうなのって感じしちゃうよね。これは立体起動装置は今のままでいいかな。これね、見た目も多分変わるはずなんですよ。改造で今もあダメか、これもダメか。あ、補強関係ないね。また来てくれよな。はい、まあ、今は装備してないから変わんねえか。じゃあ出ます。おお、ちょっと嬉しい。あれ、どうやって出るの。あ、出るで、じゃーん、ここだな。よいしょ、じゃんじゃん。あ、頭抱えてる。マルコ、みんな、あ、そっかそっか。これから自主訓練するって。仕方ねえな、後で少しだけ見に行ってやるよ。おお、かっこいい。やべ、自主訓練ですか。偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえばプップ、あの話を知っていますか。プップ、え、なに、選択肢、興味あると、知らないと、何か面白い秘密、ちょっと何か面白い秘密でも、プイン、聞く価値ありですよ。少し前に同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は狩りが得意とか、コニーには妹と弟がいるとかで、ジャンは直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。意外ですよね。傑作だったのはジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。サッシャ、なんでお前がその話を。くそ、言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの妹女。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。選択肢、お母さんの話を聞きたいと、部屋で何してたの、うんと、みんなの家族の話も気になる。どうしよっかな。そっか、ジャンのパートだから、ジャンに都合のいいように進めてあげた方がいいのかな。お母さんの話を聞きたい、部屋で何、みんなの家族の話も気になる。でしょっか。ほい。おお、ならサシャのところの狩猟話がいいな。驚かされることばっかりだぞ。くそ、誰がサシャに喋りやがったんだ。とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。おう、お、急降下攻撃を習得。なになに、ジャンは家族のことを話したがらない。一体どんな事情があるのだろう。マザコンなんじゃないの。急降下攻撃って何さ、すげえかっこよさそう。あ、5かよ。おねだり上手、これいらなくない。バディアクションのクールタイムが少し減少する。少しでしょ、これいいや。で、急降下攻撃いっぱいになっちゃった。では、あ、じゃあもう一回だね。
では再びジャン、ジャンジャン、あのですね、 YouTube で進撃メンバー声優さんたちがラジオかな、喋ってるのを YouTube で動画あるんですけど、で、あれは動画主さんかな、ちょうど顔とかあのキャラクターとあのテロップとかを重ねて面白い感じにしてるんですけど、結構笑えますね。ジャンのパートの人がね、ジャン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 言ってるんですよ。面白いですよね。ほい、マルコはもういねえんだな。トーマスもミーナもみんな死んじまった。お前はどう思う？なあプッチリニ、俺はこのまま憲兵団に入るべきなのか、それとも調査兵団に。で、選択肢、自分に聞くな、とジャンが決めるべきことだ、と間を取って中東兵団で。間を取ってとか言ってる。あー、どうしよっかな。甘えるなってことだよね、自分に聞くなってことはね。ジャンが決めるべきことだ。え、どうする、自分に聞くなにしとく。ここちょっとトン、今何をするべきか。そうだよな、これは俺が決めるべきことだ。もう少しよく考えてみるよ。別の選択肢の方が増えたかもな、あの緑色のやつ、ゲージ。ジャンが決めるべきことだが正解だったかな、もしかして。で、ここに、ふん、なんてこった。ここに A の前にいいお時間だね。じゃあ今日はここまでにしましょうか。はい、武器も手に入れられたことだし、ちょっと次が楽しみですけどね。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。